公益財団法人オイスカは新宗教団体35教を母体として設立された公益財団法人。以前は外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省協会の特例財団法人だったが公益法人制度改革に伴い2011年2月に公益財団法人に移行。国際的な農業開発協力、環境保全、 人材育成などの活動を行っている。オイスカの名称は、すべての人々が様々な違いを乗り越えて共存し、地球上のあらゆる生命の基盤を守り育てようとする世界を、目指して1965年に、精神文化国際機構から解消された名称、国際 NGO オイスカインターナショナルに由来する。国際協力 NGO センターの調査報告によれば、 オイスカは2007年当時日本に存在した270以上の NGO の中で、国際支援活動を目的とした NGO としては2番目に、古く2004年時点でその収支規模は12億7000万円を超えて、上位5団体の中に入っていた。また関連施設として、オイスカ高等学校、オイスカ開発教育専門学校、月光天文台などがある。 オイスカ高等学校では、かつて、校内の神社参拝、旧軍隊式の敬礼、サーベルを構えた、卒業式などの様子が取り沙汰されたことがあるまた、オイスカはオイスカ国際活動促進議員連盟を、組織し、アジア反共人脈につながっている、との指摘がある。1960年、35教を母体として、財団法人、国際文化交友会が設立され、 三五教教祖の中野世之助が理事長に就任した。1961年5月、その国際文化交友会の主催により、第1回精神文化国際会議を東京日大講堂にて開催。日本総長は連盟が協賛。来賓として、佐古水久ひ古田重次郎、足立忠だらが出席した。また立証厚生会が全面的な協力体制を組んだ。 また、同年10月、第2回、精神文化国際会議が開催され、オイスカの前身となる、同会議常設機関として、精神文化国際機構が設立され、中野世之介が、初代総裁に就任。なお、それに先立つ同年7月に、日本総局が設立され、牧野虎氏が、初代会長に就任している。その後も、精神文化国際会議は毎年1、 2回の頻度で開催され、1965年にはオイスカインターナショナルへと名称変更された。また X は情報発信や文化交流を通じ人類精神を世界中に推進する国際機関として創立されたが、同1965年の会議においてインド、パキスタン、フィリピンより食料難で非常に困っているから、ぜひオイスカに、 技術協力を頼むとの要請があり、調査団による調査結果から要請のあった参加国に対して地域国民生活水準を向上せしめ、互いの固い精神的団結のもとに産業開発に寄与するための開発支援が必要だと判断され、オイスカ発の農業開発活動が開始されることとなった。1967年3月、 オイスカ国際活動促進議員連盟が結成され、西村直美が初代会長に就任。1969年5月、前年に設立総会が開かれていた財団法人、オイスカ産業開発協力団設立が認可され、会長に中野世之介、理事長に安曇太郎が就任。百七十四年六月、十五教二代目教主である、 中野世之助の幼女、中野良子が、オイスカインターナショナル第二大総裁に就任。2011年2月、財団法人オイスカから認定を受け、公益財団法人オイスカとなる。2015年6月16日、中野良子の会長退任に伴い、35教の第3代目教主である、中野悦子が、会長に就任。2017年6月、 会長であった中野悦子は理事長となり、拓殖大学学児顧問の渡辺俊夫が会長に就任した。ありがとうございます。